願いします。ジュンスです。今日の企画はじゃじゃん、これで見て分かるんですけど、ちょっといいですか。立つやつ、立つやつ、これお金です。500万。しかもこれやっとんの裏の路地でやってるもんね。誰か悪いやつ来たら持ってかれるかもしれない。今日は検証で、はい、検証っすね。イケメン職人のトラックの中に勝手に500万置いて、はい、ミッチーが電話して、はい、金を忘れてないかと。金額言わずにね。金額言わずに。金額忘れた。はいはいはい。なんかどういうこと、どういうふうになるか。俺だったら取るやつやね、それ。俺だったらこれ取って、キャバクラ行ってる。キャバクラばっかしか行ってない。俺はまあ全員信じてるから、500万ぐらいには、やめてかんと、はい。絶対やめてかんと思う。そう思ってるけど。え、自分絶対行ってくると思うんです、僕のやつは。行ってくると思うんです。え、みっちーが、500万あるんですけど、お前。知ってますか？多分行ってくると思うんですよね。僕もそれぐらいなんか信用してるから。本当は、はい、じゃあちょっと実際に検証してみようか。実際に検証してみたい。だったらお前の給料から低いな。これ何年ですか。24回払いでしょ。13% ぐらいの金利ついて。生々しいっすわ。じゃあ実際に行ってみましょう。はい、行ってきます。はい、じゃじゃん、ミッチーです。ちょっと待ってください。これ袋に入れて分からんようにして。本物ないこれ。本物でも名古屋銀行とか。これ変えた時ですよね。もう、まあ、まだ取れましたか。通行にパクらん。通行にパクらんから。はい、車にやってきました。はい、やってきました。もう500万、俺盗まれたらどうしよう。てかちょっと車にやってきた。絶対盗まれて、あいつはと思ったけど。ありえんことはないですよね。じゃあ連絡入れてみます。うん、やってる。金額ついたんだ。まだおし。まだおし。お疲れです。お疲れ。あれ、カンツさ、どう、何今仕事してる？あ、今休憩中っすね。でも今からシートある感じっす。あ、そう、はい、あのさ、昨日多分俺、はい、トラックにさ、はい、お金忘れたんだが。お金っす。うん、お前が今日乗ってっとるトラック、白のトラックでしょ。11のナンバーの。はいはい。たぶんそれ俺の昨日乗ってたもんさ。そこに、はい、お金忘れてたよね。ちょ、見てくれんかな。そうそう、見てくれんかなと思ってた。ああ、ちょっと待ってください。どこにあるっすか。どこに置いたっけな。俺も忘れたのよ、昨日。ん、財布ですか。財布だったっけな、何だったっけな、何だったっけな。財布、カバン、カバンじゃねえか。カバンはあるもんな。なんだろう。ない、ない。いやいや、まあ、とにかく、まあ、お金なんだけどさ。お金ないっすね。ない。はい、おかしいな。封筒だったかな。なんだろう。封筒っすか。お金あるっすね。お金ある。え、これ誰ですか。何が。このお金誰ですか。あ、俺なのかな、わからん。え、とにかく俺お金忘れたんだ。お金を、お金を昨日とそのお前が乗ってるトラックに。お金な、何笑っとん。これすごいお金あるっすけど。何すごいお金って。取ると思ったけど言ったね。何すごいお金って。ちょっと待ってください。5本あるっすけど。5本っていうのは1本。1本100っすね。1本 100？ ってことはいくら?500 あるっすね。500？ 誰のっすかこれ。ああ、わからん。500？ ちゃんと言ったの。500も忘れるって。なになに？相当やばいっすよ。怖いっすね、これ。手が震えてきたっす。手が震えてるっす。震えてきたぞ。手が震えてる。なんかお前声も震えてきとるよ、お前。ちょっと待ってください。やばいっすよ、これ。何が？
忘れちゃかんすよ、これ。しかもなんで。いや、俺のじゃないでしょ。多分それは。それは俺のじゃないよ。俺のじゃないよ、誰のっすか。知らん。え？僕のカバンの中に入っとったんですけど。お前のやつかもしれんよ。僕のっすか、これ。僕のやつっすか。お疲れお疲れなんすかマジで本当にマジで焦ったっすよ。怖っ。マジで手震えたっすよ。まだ開けてまだ開けて。まお前今ね俺言わまあ言うと思ったけど最初こいつ言わんのかなと思って焦ったマジで。ちょっと車来ないで動かすよ。はい。お疲れ様でーす。あ、さっすさっすどう年収、年収持った気持ちどうだった。年収っすか。あ、年収か。もっと稼ぐだろ、お前ら。スリッターかんか。もっとか、もっとか。半分ぐらいやった給料俺が安いんけ。半分ぐらいやった半分っす。半分が言い過ぎだろ、お前。それもだけは逆にお客さんに失礼かもしれない。そんなわけない。ビビったビビったっすよ、これ取ると思った絶対持ってくだろうなって。マジっすか。俺はお前を信じとったけど実際にあの向こうの駐車場前行った時はもう早く電話しようと思っちゃったやっぱりちょっと心配だわと思ってお金が大事まさか自分の中に入ってると思うんですね。どこに入ってた。あ、お前のカバンの中に入れたから。カバンの中に入れたもんね。ここ仕食ったなと思って。あ、マジなんでずっと探しとったじゃないですか、うん、逆にね、僕ふと思ったらこいつ言わんなと思ったんだ。ちょっとでも封筒のカサ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 上手してたないっすね、ないっすねって言ったけどちょっと俺不安になるんだもん。怖かったっすね。怖いっすよ。怖いだそれ。怖いわ。自分の皮の中に500万っすね。俺全然怖くねえけどな。俺多分持ってくけどな。俺も持ってくなんだ。俺も持ってく。俺だったら持ってく。はい、じゃあ今日はカンタ君が会社の社員の一員として、はい、いい働きをしてくれてるということで。そうですね。またチャンネル登録といいねか、よろしくお願いします。また見てね。